います。バンコクのソイの23、います、23ということで結構飲食店が溜まってるんだけどね、欧米人が好きそうなあの飲食店ということでスペイン料理屋があって、ここ結構何回か利用したことあるんだけどおすすめです。ということで今から、パクソイスケミットの大通りの方ソイカーボーイに歩いていきます。ということでこのソイの23歳、そっち行くといかがわしいマッサージ屋なんだけど、そこのマッサージ屋はね純粋なマッサージ屋です。大体見てね、だから分かるんですよ。で、これがバルセロナカルディということで、あのスペイン料理ということで結構お好きなところです。あとはそちら見るとパブみたいなのあるので、なかなかこれ懐かしいですよね、パブ。キティちゃん、日本が好きですからね、ホンダとかもう全部、ほとんど車もそうですけど、バイクも9割方日本製です。で、タイといったらトゥクトゥクですけどね、トゥクトゥク、まあ、これ全部交渉してるんですよ。なんかソープランドとかね、誘ってくるんですよ。だからコミッションもらえるんで、運転手もだからこういう感じで誘ってくるんです。いわゆる売春アッセンス。ということで、今ちょうどソイのカウボーイです。この辺りもちょっと店変わったんですよね。この店が変わったんですけど、ちょうど今